それは3週間前、スペースコロニーユーラシアはシグマの策略によりあっけなく占拠された。シグマの雇った謎のレプリロイドダイナム、彼の操作によりユーラシアの取った軌道は地球消滅の惨劇が始まった。イレギュラーハンターゼロ、地球の存亡を背負い一人のレプリロイドが荒れ狂うスペースコロニーへ真っ向からぶつかった。結果スペースコロニーの破壊に成功、地球消滅は免れたものの爆発の被害は大きく、地上は荒ぬ姿へと一変する。そしてシグマとの死闘。X とゼロは命からがらシグマを倒すが、戦いから帰還したのは青い光 X だけであった。手には見覚えのあるセーバーが握られていた。3週間後の現在、荒れ果てた地上はレプリロイドがかろうじて活動できる程度に汚染が静まりつつあった。そしてある男の I'm on fire. 何でばっこでん